どこの出身かとかどうして動画をして読むのかというのをお聞きなさる方もいらっしゃるかもしれませんがちょっと明治時代にですね愛のもつれがありまして私の非爺さんは駆け落ちをしたんですね実はですから私あの本来の出身地と私の出身地が微妙に異なりましてそんなあの話をしていると高木先生の話と接続しやすいかもしれませんが。 私も詳しいことは知りませんので、どういうもつれがあったのかというのは、えー、これ以上の話はあのできません、まあ、どうもあの、で、この講演形式でずっとやってまいりまして、まあ、あの本日がの講演としては最後になりますし、また全体としての、まあ、講演にとしての最後のものとなります。 まあ、もつれという共通テーマのもとなんですが、ね、もう私としましては、まず、あ、らの専門からですね、まあ、法律分野、それも民法という一つの領域に関して、まあ、もつれの話をさせていただければと思いますで。もう少し具体的に申しますと、最初に伝統的な社会と近代的な方法との間のもつれという問題を扱い、次に、 現実の取引社会と抽象化された概念との間のもつれというの扱い、まあ、最後に外国日本に輸入された外国法の間のもつれという問題を扱いますただまあこういったまあ公開講座のお話の仕方っというのは実は大変難しいございまして、まあ、本日ご出席くださった方の中にはあの法学部の出身の方であったりまた 仕事でですね、法律とかを扱っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、他方で、まあ、量子没つはわかるけれども、まあ、法律なんか考えたことがないという方もいらっしゃると思います。まあ、そうしますと、まあ、どこまでを前提として、えー、良いかということを決めるのが、まあ、なかなか困難でございまして、その結果ですね、あの一部の方にとっては簡単になりすぎて、でそれでも一部の方にとっては、まあ、難しくなりすぎると、あまあ、そういった危険性が まあ、あるわけなんですが、まあ、本日はなるべく基礎的なところからお話をしたいと思います、まあ、そのためですね、えー、退屈される方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、ご容赦いただければと存じますでさてこの3つの局面についてもつれを扱うと申しましたけれども、えー、その前にですね前提としてお話ししなければならないことがありますでそれはですね日本の法律というのは、えー、どのようにしてできたのかということです まあここではあの今日の話に合わせましてまあ民法というものの話だけいたしますがあの民法とはですねまあ取引とかまあ所有とかあるいはえ親族とか相続とかといっ,ていった問題を扱う法律のことですでさてですねあの江戸時代まあさらにはまあそれ以前にもまあ取引に関連する法律法とかですねあるいは、えー 結婚に関すする法というもものはあったわけですけでれども、まあ、しかし西洋的な基準から言えば、まあ、それは近代法とは言えないということでありまして、えー、まあそこで1853年に黒船がやってきたとで翌年日米和親条約というのが締結されてさらに1858年に日米通商条約というのが締結されると、ね、で同様の条約というのは オランダロシア、イギリス、フランスとも結ばれたわけですが、これらの条約のことを不平等条約というふうにしばしば呼ぶということは、ご承知のことと存じます。でそして、これを改正するために、まあ、それだけではないかもしれませんが、改正することを一つの,、まあ、あの目標といいますか、あの理由の一つにいたしまして、まあ、日本は西欧近代法というものを導入する必要に迫られると。 いうことになります。で、民法に関して申しますと、まあ、明治二年ですね。千八百六十九年の段階から。まあ、江藤新平の指示の、まあ、江藤新平。であるですが、の指示の下で、まあ、三栗林省。と読みますけれども、三つ栗林省が。まあ、フランスの法典の翻訳を。始めるんですね。で、江藤とはですね。まあ、三栗に。翻訳させたフランス法を。 まあ、そのまま我が国の、法律として交付しようというふうに、まあ、思っていたようですが。まあ、なかなか、これは乱暴な話で、まあ、当時の有名な言葉で、誤訳もまた妨げず。ただ、速訳せよと、まあ、ささず作っちゃえというふうなことを言ったわけです。まあ、ところがですね、これで、あの、佐賀の乱とか、いろいろご存知の方もいらっしゃると思いますけれども。こういった、まあ、江藤のもによる、まあ、翻訳的な、民法典というのは。結局、まあ、施行されないままで。 終わりますでその後明治13年になりまして1880年ですけれども、えー、いわゆるお雇い外国人の一人でありますギュスタフ・エミル・ボアソナードという人の手によって民法のうちの財産法、まあ、取引とか所有権とかそういった部分の起草が始まります。でボアソナードっていうのは、まあ、パリ大学の法学部の、まあ、どう訳すか問題なんですがまあ 簡単に言えば助教授でありまして、まあ、フランス人なんですね、まあ、したがってその起草する民法というものはあ民法財産法ですがは必然的にフランス民法に近いものであったのですねただですねボアソナードっていうのは偉い人で、まあ、フランス以外のいろんな国の民法を参照いたしまして、えー、さらにまあフランスの法律だけじゃなくて 判例とととかかか学説あるいは自自分の独自の独見解とかを交えてて、まあ、民法を作っていば、私は、えー、親族相続、だから結婚とか養子とか相続の部分というところはですね、まあ、日本の習俗、習慣に密接に関係するからという理由で、まあ、日本人の委員によって寄贈されることになったんですが、えー、この部分にもボア・ソナードの影響というのは大変大きくありました。 というのは、まあ、あの責任者イソベ、磯部四郎という人と、えー、熊野泯蔵という人だったんですが、2人ともですね、実はあの、えー、パ,リパリ大学で法学を学んでるんですね、その明治時代に。えー、ですから、まあ、フランスの影響が非常に強い法律とまあなったわけです、まあ。ところがですね、このボア・ソナードの作った民法の草案というものも、結局、いろんな政治的な動きがありまして、結局は施行されませんでした。 えー、1892年明治25年の段階でこのボアソナードという人の寄贈した民法典というものは、まあ、修正しなきゃいけないとで修正のために、まあ、施行を延期するというふうに決定されますでしかし、まあ、翌年の、まあ、1893年になりまして政府は法典調査会というのを発足させましてそこで小泉信繁という人と トミ、えー・マ、ま、サ・キという人と、ま、梅健次郎というこの3人の、えーま、帝国大学法科大学教授という、ま、ここの教授ですねのに、ま、ボアソナード草案とボアソナードの作ったその草案の修正というものを、ま、命じます。でこの時ですねその彼らは、ま、フランス民法展ができた後にあ実はですねフランス民法展というのは えー、1789年の,、まあそのフランス革命の開始で1800年代の初頭にできるんですね。しかし、えー、それからだいぶ経ちまして、ドイツの統一というのができていきまして、ドイツで新たに民法典を作ろうということになるで100年ぐらい経ってますから、まあ、それなりに進歩しているわけです。でそこで、えー、この3人というのは、まあ、このボアソナードが作った100年前の民法だけじゃなくて、まあ、新しい ドイツ民法というものも参考にしながらやろうというふうにしたんですけれどもしかし根本のところはフランス民法というものがそのまま大体残った状態になっています。でさてここまでが準備作業でございましてこれから3つのもつれの話に入ります。 で最初はですね、この伝統的な社会と近代的な法との間のもつれでございます。これもいろんな例を挙げることはできるのですけれども、婚姻、結婚について少しお話をしたいと思います。で私たちは婚姻といいますと、結婚といいますと、男女が共同生活を送り、婚姻届と。 いうものを出しているというふうにま考えるわけですけれど、もえ、実は婚姻届を出すという習慣というのはなかなかま根付かなかったと言われます。まあ、理由はいろいろありまして、まあ、農村などではですね。えー、まあ、女性に子供ができるかどうかとかですね。あるいはまあ嫁としてよく働くかと言ったりしたことを確認してからまあ、婚姻届を出そうという習慣があった。まあ、これを試験婚と。と 行っったたりすすするんですけれれどももとという,ふうな風な習もあったと言われますでこういったことをですねなかなか、えー、統計数値で裏付けるということはできなかったんですができないんですけれどもまああのー、戦争太平洋戦争を始めちょっと前の1940年の東京東京ですからね東京における調査と見ますと、えー、結婚式の日と、ね、婚姻届婚姻届が あ出された日の間隔に関しまして、挙式後1か月未満に婚姻届を出した人というのは、当時12%、まあ、ある調査によればなんですが、12%に過ぎなくて、まあ、それでも1年以内に婚姻届を出したのが77%、まあ、長いものでは挙式後4年経過して婚姻届を出しており、まあ、平均では挙式後9.9か月後に婚姻届がされ出されたと。 こういううい状況でであったようですで、まあ、これはですね実は東京のアンケート調査に参加してくれる階層ということで結構た、まあ、ある種、えー、経済力のある階層なんですね。で経済力の乏しい階層では、えー、婚姻届を出さないまま、まあ、子どもが生まれてでそれでもさらに婚姻届,届,届では出さないで、まあ、そのままになっているといった例というのが、まあ、多く見られたようです。 さて、こういうふうな状況を前にしてです、ね、それは法律上は婚姻というのは届出をして初めてなるんだと、でいくら男女があの共同生活を営んでいても、婚姻届というものが出されていない限りにおいては、婚姻とは扱わないんだというふうに言ってしまうのも、まあ、あり得る選択肢です。えーまあ、例えばですねあの、共同生活を解消する際、 婚姻ですと離婚手続きということになりまして、えーまあ、いろんな制約、手続き的な制約というものが課されることになります。まあ、勝手には離婚できないわけですね、簡単に言うと。まあ、これに対して、その男女なら男女の結びつきに、婚姻という効果を付与しないのであれば、まあ、基本的に解消は自由だということにはなりそうです。 しかしですね、それではとりわけ女性の保護に問題があるというふうに考えられ始めます。でそこで、まあ、明治時代になって近代法というものになり、婚姻成立というものには届け出が必要であるとして、そのようにしてま身分関係を整理しよう。あ、このあこ,こに言う身分関係というのは、あの首の交渉とかといった身分関係の話ではなくて、まあ、社会的な位置づけというわけですが、そういうふうなことを整理しようと。 いうことだったわけですが、そのような理念が交代を迫られることになるんですね、もし仮に、えー、女性なら女性の保護のために、まあ、婚姻を、届けを出していない人もそれなりに保護をしようというと、婚姻は届けを出,せ出している場合だけである届けを出している場合にこういう身分関係になるんだというふうな、その近代法があのお予定した事態と。 とといいううものの理念が後退を迫られるということになります、まあ、しかし、交代せざるを得ないで、裁判所も早くからですね、いわゆる内縁というのを不当に破棄された相手方からの損害賠償請求につきまして、内縁関係というのは、まあ、将来法律上の夫婦になるという予想のもとに同棲しているという関係であると。さてそのの同棲っていうのは 婚姻の予約であるという理屈を取りまして、えー、最初保護する。でその後ですね、次のような考え方が生まれてきます。すなわち家族関係というのは、まあ、法の問題であるとともにですね、種族の問題であると。したがって種族としての婚姻の実態があるものに対しては、婚姻にそれを婚姻に近づけて、えー、純婚純婚ですね、純婚としてまあ扱うべきであるというわけであります。 でそして裁判所もですね戦後になりまして、えー、内縁の不当破棄というものを債務不履行ではなく不法,不法行為であるという判決を出し始めますでこのあたりこ少しわかりにくいところですがあの婚姻予約であるとしますとね将来婚姻をするという約束であるそういう状態だというふうに捉えますと、えー、不当に破棄して婚姻をしないというのは約束違反ということになるんですね。 そうするとそれは1000、えー、円かしあ千円というのわかりままあ、すけどあの、まあ、何かを売ると言ってるのに引き渡さないというのと同じように債務の不履行であるということになるんですよ。でこれに対して、えー、もしそれが純婚であるというふうにしますと、えー、それは何か何かをする約束というもの不当破棄はですね何かをするという約束の不履行なのではなくて 純婚という形でえ取得していた配偶者たる地位が害されたということになりますのでこれは実は不法行為というふうに言われることになるんですねつまり債務不履行であるという判決から不法行為であるという判決に変わるということは実は裁判所は、えー、婚,姻婚姻予約という考え方からいやまあそれはもう純婚だと。 というふうに言って、えー、いう考え方に変わってきたということを実はまあ意味するわけであります。まあ、ところが先ほども少し申し上げましたように、このような種族や事実,事実状態というのを保護しようという考え方は、ある意味、現状の追認なんですねでそうすると、民法という法律が社会を構成するルールであると。 いう面は小さくなります。で民法っていうのはまあさまざまなルールを定めていますが、それは私たちが私たちの社会をどのように構成するかを決めているものです。まあ取引法との取引の関係の法律の方が話はわかりやすいので、そちらで説明いたしますと、民法日本の民法では、まあ、契約自由という原則が取られ、まあ、所有権と。 いうのは各人に帰属する。まあ、その法人も含めてですね。各人に帰属するというシステムが取られているとま理解されています。で、それではどう？そのような諸原則というものが民法において取られているということにはどのような意味があるのかと考えてみます。と、これは我々の住む社会を自らの才覚で利益を上げることのできる人が自由に活動し。 利益を上げることのできるようにするということには他ならないんですねこの言葉は逆,に逆の立場が取られた場合を考えるとよくわかります取引はすべて国家によって統制されて生活に必要なものは配給されることになるとそして生活に必要な土地の使用が許されるということになりますこれ純粋な社会主義国家でありまして民法が契約自由という基本原理を 採用している所有権を私的所有権にしているというのは市,市場経済による資本主義という国家システムが、まあ、採用されていることを示すことになるわけでありますで民法法律なんていうのは確かにですね人と人との間の紛争を解決するための、まあ、技術的なルールであるというふうに、えー、思われがちなんですけれどもしかしそれと同時にですね 例えば民法というのは我々の社会というものがどういうものなのかということを定めているというふうに考えられるわけです。で憲法というのを英語でどう言いますかという話です。コンスティテューションとかですねコンスティチューショナル・ローという言い方をするというのはご存知の方もいらっしゃると思います。しかし考えてみますとコンスティテューションというのは何なのかというと公正ですよね。あのもっと あの受験英語的に言えば公正ですよねでそれではここに言う「公正」って何だろうかっていうと、まあ、誤解を恐れずに言えばそれは統治の構造なんですよ。で統治機構の公正原理というのが、まあ、憲法であるということになるでそれに対して民法も社会の仕組みを定めているでそれっていうのは統治公やけというのと区別されるところの市民社会の構造と。 いうももののを定めるでであって、えー、それが民法であるでこのような見方からしますと民法とは憲法と並んでコンスティテューションの一つであって市民社会をどういうふうに構成するのかということを定めている、えーまあ、法律であるということになります。でにもかかわらず種族や事実,事実状態というものを優先させるということになりますと せっかく定めた基本的な構成というものがないがしろになるということになりますそして結論はですねどうしても現状追認のようななものになってまいります、まあ、現状で良いと考えればそれはそれでも良いのですけれども、まあ、少なくともですね一時期を考えると保険的な社会関係というものがその現状をそのまま認めるということによって維持されてくると。 いうことになりますでこれでいいんだろうかそこには危険はないんだろうかということがまあ問題となってくるわけでありますとこのような議論がある中でさらに今度は収束まずこれ収束をあんまり重視すると、えー、我々がある種の判断をして作ったコンスティテューションのオブシビルソサイティというのが壊れて、えー、昔の社会関係が維持されるということになるわけですがとまたそこをほ しばらく経ちますと、今度は、ののというものも変化してくるというわけです現在、まあ、男女が結婚式をして、まあ、同性生活をしていると、えー、にもかかわらずです、ね、夫や夫の両親が妻に子供ができるかとか、妻はよく働くかということを見極めた上でないと、婚姻届は出さないという圧力をかけているという例は少ないと。 いいうふうふに思いますしかし事実上婚姻関係にあっても届け出はしないというカップルは多くなっています、まあ、お互いに過度な拘束はしないでまた国家が決めた枠組みによらないで、まあ、共同生活を行おうというわけです、まあ、例えばスウェーデン語で、まあ、同性のことをサムボと言うんですがサムボのカップルが、えー、子供をもうけ、えー、男女が一緒にそれを養育しているという例は極めてす 多いんですねでまた、まあ、10年ちょっと前の調査で恐縮なんですけれども、えー、スウェーデンで婚姻をしているカップルのうち9割以上が、まあ、サムボという同性状態を経てから婚姻をしておりですねで現在サムボの状態にあるカップルに何で婚結婚しないんですかというふうに聞くとそれ理由がないと。あの えー、あの共同生活を送っている以上ね理由がないというふうにな答えが返ってくるというふうに、まあ、言われていますでそうなってきますと収束状が収属状もはや婚姻というのは一つの選択肢に過ぎないとでそういうふうなことになりますと一方民法が、えー、婚姻それも届け出のある婚姻だけを保護して、えー、スウェーデンのような同性を保護しないのはおかしいと。 婚姻届を出さないのは別にそのえっとんだっけ夫のその両親の圧力男女の不平等によって生じているわけではなくて当事者の積極的な選択の結果でありわざわざ婚姻でない関係を選んでいるにもかかわらず破棄不当破棄という場面になって突然ですねえ国家に対して 婚姻として保護してくれというのはそれはおかしいんじゃないかという言い方もできますまあ、両方考えられるわけですね言い方としてはでまた内縁を純婚と見るというのはまあ、いずれにせよ男女の共同生活形態を対象とする話ですけれどもまあ、現在ではまあ同性愛者の権利について理解が進み同性のカップルをどのように扱うかというのもまあ問題にまあ、なっています で実際そのフランスとかですねスウェーデンではまあ同性カップルについても男女の同性カップルあどごめん同性の字が違っ,ったその同性のカップルが同性している場合にも、えー、男女のカップルが同性している場合と同じ保護を与えようという法律のがまあ出来上がっているという状態にありますまあ社会がまあ法を追い越したのかもしれずまあ何らかの改正というものが えーまあ、近いうちに求められるということになるかもしれません。で、えー、婚姻をめぐる話というのは社会風俗として届け出というものが根付かないうちに全ての婚姻を届け出に服させようというふうにした例でそこで、えー、ねじれが生じてしまったわけですが一足飛びに理念を追求したためにかえって現状維持になったという例もあります。 実は日本の民法というのは徹底的な男女平等の規律になっています。そう言われるとです、ね、驚かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。えー、夫婦の氏が夫婦の氏、ね、とされるのは全くもって男女の不平等ではないかというわけです。えー、ところが、ね、民法上はどう書いてあるかというと夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称するというふうに書いてあるのでありまして。 いずれの氏にするかは婚姻の時に話し合いで決めなさいということになっているんですね。でこれは子どもの問題についてもそうでありまして婚姻関係から生まれた子どもについてその夫婦というのは共同で親権というものを行使しますが夫と妻の意見がつまり父と母ですねの意見が別れた時については規定がないですね別れた時どうするかというのは。 いうのは、まあ、戦後に大大きく改正された部分です、えー、大日本帝国憲法ではなくて、まあ、日本国憲法になった時に、まあ、男女は平等であるということが明記されるとでそうなると夫のうちにするというルールにすることはできませんし逆に妻のうちにするというルールにもでき,できないんですねでその結果当事者で決めなさいというふうにしたわけでありまして、まあ、致し方がない選択であったのかもしれません しかし実際はその結果として何が生じたかというと90%以上の婚姻で夫の氏が選択されるという結果が生じているわけですね。つまり夫の氏を称するという社会的な風俗・囚俗があるままでじゃあ夫と妻で勝手に決めなさいというふうなことにしましても事実としての男女不平等というものは生じてしまうというわけです。 えー、子どもに関する事柄について、まあ、夫と妻の意見が分かれた時の規律もそうでありまして、えー、私は日本が徹底した男女平等になっているというふうに申しましたけれども日本がこの法律を作った頃つまり戦後間もない頃っていうのはヨーロッパの多くの方では揉めた時は夫の意見が優先するってなってたんですよ。で、えー、それを完全に否定するぐらい先進的な意味を、えー、その終戦直後は持ったわけ。 ですけれども、まあそうだからといって理念を先行させるだけではまあうまくいかないわけですね。まあそこで現在ではまあ夫婦別死制というものを採用するかどうかが問題になっている。これはまあ皆さん新聞等でご存知なことだと思います。で、まあ、私はまあ結論的にはまあ選択的夫婦別死制度でいいというふうに思うのですけれども、そしてそれはどうしてそう思うかというと。 しかし、収束上ですね夫婦別姿というのは、一部においては十分に根付いているというふうに思うからであります。まあ、憲法違反であるという,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 う、まあ、見解も強いのですが、まあ、憲法違反だからというのではなくて、まあ、婚姻をしても、ですね通称としては氏を変えない人も多くなり、まあ、男女の氏が異なっていても、婚姻共同体というものを結成したことを外部に表示できると、それがもう収束になっているというふうに認識しています。 しまますすすが故にに、ねまあ、改正すべきでははないいいのかという,ふうに私は思っていますだからここでも、えー、考え方によっては収束というものが法を追い越してしまったのかもしれません。次に現実の取引社会と抽象化された概念との間の、まあ、もつれの話に移ります。で皆さんは債権という言葉をお聞きになったことがあるのではないかと思います。 A は B に1000万円の支払いを求めるできる権利を有していると、こういった時に A は B に対して1000万円の債権を持っているというわけですしかしこの概念が出来上がるにはずいぶん時間かかったんですねずいぶんというのはどのくらいかかったか3時間ということではなくて、まあ、2 0 0 0 0 0というわけですけれどもこの例で A さんが B, A が B に対してあるものを売って売り主として してい対しますでこの時は A さんというのは売り主として権利を持っているわけですで別の例で C が D に対して、えー、1,000万円貸して、えー、たといたしますと C は貸しお金の貸し主としてこの1,000万円という権利を持っているわけですで債権という概念というのは こういった場合の A の権利と C の権利を抽象化して1000万円の金銭債権というふうに取り出してくるという意味を持っているわけであってこれはかなりの思想上思考上の進化というものが必要になりますで。図で写真ですが示しますとこういう話でかつて契約当事者の間というのは直接今手をつないだ関係だったんですね。それが 一つの手の、2つだ、二つの手の間に、1つの債権という抽象化された権利というものが、えー、存在しており、それっていうのは直接手のお、まあ、性質というものを、これどうしてこの人がここ,ことここにいるのかということを直接には反映してない。さっき言いましたように、貸金債権、貸金のお金の貸し借りというもので、 この2つの手がここに来たのだという場合と、えー、売買である売り主である買い主であるという関係があってここにこの手が2つ来たのかということを一応抽象してここに赤いバトンという抽象化された債権というものを想定するというわけであります。でそしてこのような考え方から次のような論理が生まれてまいります。でこのことを理解するためにはしていただくためには、まあ、少し不法行為。 の話をしなければなりません。自動車事故というものを考えていただきますと、B が運転している自動車に A が引かれですね。A が怪我をしたとします。で、この時 B に当然には責任があるわけではありません。どうもおかしいじゃないかと思うかもしれませんが、確かに B の行為によって A に損害が生じていますけれども、例えば B が自動車を運転している時にですね、突然 A が あの歩道橋から飛び降りてきてそれで自動車の直前に、えー、来てそれで引いちゃったという場合にはそういう時は B は責任を負わないわけですねじゃあ A が B が責任を負うのはどういった場合なのかというと、えー、B の行為によって A に, A に損害が生じたというだけじゃなくてそれが B の責任だというふうに言えるということが必要なんですよね。でそういう時に、まあ、B に故意または過失が必要であると。 こういう言いい言方をしますでこのことを理解した上で、契約によって結ばれている者たちの関係に戻りますと、債権を有している人を債権者と言うとしますと、債権者 C というのは、債権という一つの財産権というものを持っているわけですで。債務者 D がその債務を履行しないということによって、その財産権というものは侵害され、 C、えー、に損害が生じました、えー、とこの時ですね債権という財産権の侵害なんだから不法行為と、まあ、ここでこの人の、えー、体が侵害されたのと同じようにこの人体を持ってたわけですねあのけあの、えー、健康なというか体を持ってたわけですがそれが侵害されたのと同じでこの人が持っていたこの人に対する権利というものが、えー、この人の行為によって侵害されたんだというふうに考えますと。 ですね、その、えー、D にその責任を負わせるというためには上と同じように D に故意または過失というのが必要なんじゃないかというふうにまあ言われてきたわけですしかしだんだんとですねそれはおかしいんじゃないかというふうに考えられるようになりました不法行為と上にある不法行為というのと下の債務不履行というのでは責任を負わせる理由いう 根拠というものが全然違うんじゃないかということです。えー、不法行為においては、まあ、あらかじめですね加害者が何かを被害者に約束しているわけではありません。そこで約束もしていないことについて責任を負わせるために故意または過失っていうのが必要ですとこういうふうに言われてきたわけです。ところがですね契約においてはこの電気屋さんですがあの、えー、一方が他方に対して ここういういとをします例えば、えー、ちゃんとした冷蔵庫を引き渡しますとこういう約束をしているわけですよね。で、えー、じゃあ責任の根拠というのは何なのかというとこの人が約束をしたことをやらないというところに責任の根拠があるので,であってこの場合の責任の話とこの場合の責任の話と全然違うんじゃないのとそうなるとここに同じように行為または過失と。 いうふうふな概念を入れていくのはおかしいいいいんじゃななのっていう話がになってまいりまりでどうしてこうなったのかと申しますとどうしてこういうふうな理屈ここに書いてある理屈があ取られたのかといいますとえー、っとまああの私の先生の先生の時代また,ま,あまたそこまで遡りませんがあの昭和の、まあ、例えば20年とか30年の頭ぐらいまでの間っていうのは あのドイツ法の影響がすすごい強かったんですねで実はドイツ法ではあの学説にですねフランス、えー、法に従って民法を作られたと言いましたが、えー、学説ではドイツの方が圧倒的に強かったんです。でドイツの考え方を,をそのまま取り入れて、まあ、こういうふうなあの理屈になったんですけれども、えー、そのじゃあ裁判所はどうやってたのかと申しますと実は裁判所においては抽象的にはこういうふうな枠組みが取られていたんだけれども。 実は故意または過失が D にはない債務者にはないというふうに言った例がほとんど存在しないんですよ。まあ、極端な例で、まあ、あの戦争によって移行ができなかったとかそういう場合には D には責任がないということになるんですけれどもそれ以外の場合において D と責任が否定されているということはほとんどないんですね裁判を見てみますととそうなると、まあ、ここにじ現実と。 いうもの現実の裁判例というものと抽象、えー、的に考えられている学説の理屈というものとのゆ、まあ、歪みといいますかもつれといいますかそういうものが生じてまいります。でこれを何ととかしなななきゃいけないといけう話になるで民法のうち実は債権関係の法律というのは2017年昨年の5月末にですね改正法が成立いたしまして。 2020年の4月1日から施行されることになっています。で、この改正の議論において、債務者によって、あごめんなさい、債務不履行によって、えー、債務者が責任を負うときの要件として、えー、債務者に帰跡自由のあること、まあ、このまま行為また明かし考えられてきたんですが、債務者に帰跡自由のあることという文言を削除しようという見解も強く主張されました。つまり、えー、この場合 この上の場合と下の場合全然違うんだから上の場合には B に責任を負わせるのはこういった場合だけであるという規律が必要だけど下の場合には契約をしたことをやらなかったというだけで責任を負わせるというそれだけの話なんじゃないのとそうなると別段 D が責任を負う場合はどういう場合なのかということを書かなくてただ単に契約違反があれば責任を負うということだけでいいんじゃないのというふうなまあ意見も強く出たわけです。 しかしそれに対しては、まあ、現行法というものに慣れている弁護士さんとかですね、そういうところから、実務家からです、ね、強い反対がありました。えー、確かに故意または過失というものが必要でないということは、その通りかもしれないけれども、えー、債務者に奇跡自由があるのが必要であるという言葉はですね、えーまあ、適正な結論、まあ、妥当な結論を導くのに、とっても便利な言葉、 であってその言葉がなくなるのはちょっととななかなかちょっと心配だというふうに言うわけですでそこでまあ最終的にはこういうふうな条文というものが2020年から施行されることになるんですがここにですね、えーまあ、債務を履行しない時には損害の賠償をしなさいと、まあ、請求できるわけですがこの債務の不履行が 債務者の責めに帰することができない自由によるものであるときはこの限りでないと、まあ、損害賠償の請求はできませんというわけですが債務者の責めに帰することができない自由っていうのは何なのっていうところにこの下線を引いた内容が書かれることになったんですね。契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてという言葉です。結局奇跡自由 まあこれ責めに帰することのでき,るできないで、できる自由のことを奇跡自由というんですが、奇跡自由という文言は一応残ったんですけれども、その奇跡自由の内容を、えー、契約とは切り離された抽象的な行為または過失なのではなくて、契約に照らして考えるんだよというふうにすることによって、まあ、なんとか、そのもつれをですね、えーまあ、解消しよう。 過度な抽象化から生じたもつれを解消,し解消しようというふうにしたわけであります。で、えー、次にですねあの、えー、本当はもう一個、えー、総裁という話を、えーあ、できるかな、あと10分なんですけれども、債権、えー、という概念を、まあ、過度に抽象化したことによっても、も 生じたもつれとその解消というのをもう一つま総裁というものに即して見ておきたいと思います総裁というのはおきになったことがあると思います私も小学校3年の時きにこれの読み,読み仮名というのがあの学校の試験で出て総殺と書いたので罰にされたことがあるんですが総裁でございますよね つまり A と B がですねお互いに同種類の債権を有するときに、まあ、同額分はチャラにしようという、まあ、こういうわけでありますそれではですね総裁をする前に B さんが総裁をする前に A さんが自分の方の債権を C に譲渡しちゃったらどうなるだろうかという話が実は問題となりますでこのときの原則というのは B さん B がですね この債権の譲渡が生じる前に A に対してすでに債権を有していたならばもうこういう状態になってもう殺できるというふうに B は考えていたわけですからそれはこういう譲渡があってもそのまま B さんは相殺できると。だけれどもこれがないうちにこの B から A に対する債権ってないうちに A から C に A の債権というものは譲渡されてこの後にこの債権が発生した場合には相殺はできないと。 いうのがまあ基本的なルールということになります。でこの原則というのは、まあ、債権という概念を抽象的に考えればですね理解が可能なものなんですけれどもしかしあのしかしですね問題はこの B が A に対して有する債権というのがどうして B がそれを取得したのかということなんですよ。例えばねその AB 間で売買契約と。 いうものがあったとしますこの債権譲渡が行われる前にね A から C へのこの A の債権の譲渡が行われる前に売買契約というのがあったとしますでその後ですね C に譲渡された後に当該売買契約の商品に欠陥があるということが分かって B さんは A さんに対して損害賠償債権というものを取得したというふうにとりますとさっきの原則からすると 債権譲渡の後に B は A に対して債権を取得したんだから相殺できないということになりそうなんですがこの時 B の立場に立って考えるとえ代金は100万円だったけど50万円になったんじゃないの欠陥があったんだからいちいちこの損害賠償請求権とかというふうに人々って考えるわけじゃなくて実際自分はいくら払わなきゃいけないのと。 えー、大きく壊れてて50万円ぐらいの減額が生じるような話だったんで50万円だけ支払えばいいんだよねとかあのそういう感覚でしか、まあ、物事を捉えないわけですよね。でそれって極めて大切なことでそのん損害賠償請求権と相殺するんだっていうのは、えー、ある種、まあ、法律家が勝手にそういうふうな、えー、概念構成をするだけであって。 人々から見ると、それは代金全額を支払わなくていいよねというふうな、そういう話だよねという、こういうふうに考えられるわけです。でそこで、ですねやっぱり総裁の譲渡と、債権譲渡と総裁というふうに言っても、この債権というのはそんなに抽象的に考えちゃいけない。 この債権に内在する理由によって発生した。つまりこれが代金債権だとすると、商品の欠陥とかというふうな内在的な理由によって発生した場合には、それは債権上との後だって相殺ができるんじゃないのという、まあこういうふうに考えられるようになった。まあこれをね、あのこれをちょっと難しいと言いますか、条文の形に表しますと、債務者が対抗要件不備により後に取得した。 えー、譲り受け人に対する債権であっても譲り受け人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権であるときには相殺、えー、できるという話になるんですけれども、まあ、その条文はともかくですねあの、ここを過度に抽象的に債権というものを発生原因抜きで捉えますと、この債権とこの債権、A から B に対する債権と B から A に対する債権というのは全然別問であると。 いう話になるわけですが現実にどういうふうな理由で発生した債権なのということになるとこれとこれっていうのは極めて連関している債権であるという話になってくる債権という概念を使って過度に抽象化したことからもつれが生じてそれを解決するために最終的にこういった条文というものができるわけでありますで最後のもつれの3番目の例としまして 日本に輸入された外国報道間でのおもつれという話をさせていただきたいと思います。であのその一つのどちらの話が分かりやすいかというのは微妙なところがあるのですけれども、えー、個人的にはこの共有の個人性と団体性といういかにも難しいような話はやめますあ一個だけ話しようかなあの。ここに書いてありますけど。あの 日本の民法ってフランス人が最初は作ったわけですがいろいろ勉強して作ってますんであのいろいろ複雑なその、えっと、理念がそこにまさってるんですがあのより分かりやすい例としてこの話を最後にさせていただきたいと思います単純な例でございます。債、えっと、権者代意見と債権の差し押さえのもつれという話であります。 で A は B にお金を貸していると、だけど B が返さないという例を考えます。でこのとき A は B の有している財産を一定の手続きを取って差し押さえることができます。でそうしますと、まあ、B が C に対して何かの債権を有していると、でこれも一定の手続きを取れば差し押さえることができるということになります。でこの差し押さえが行われますと、A は C から えー、この再再再建を取り立てるつまり、市議に対して、お前、B にこうして1000万円払わなきゃいけなかっただろうと、俺が差し押さえたんだから、えーあの、俺に払えというふうに、こういうふうに言えるという、まあ、こういう手続きになっているんですね。えー、で、これはまあ現在では民事執行法という法律、まあ、以前はあの古い民事訴訟法というものに規律されていたところであります。ところが、他方でですね、民法には債権者代位権と。 いう制度なんですよどういうものかってここにか条文書いていますが債権者は自己の債権を保全するために必要がある時は債務者に属する権利を行使することができる債権者 A は自分の債権が危ういなというふうにっ思って必要があるときには債務者である B に属している権利を行使することができる代わりに行使することができるというこういう でえねでそうなると、今の現在の、まあ、今現在今て、今あの改正後もそうなんですが、あの民法においては、A さんが B の C に対する債権というのを行使するときに、差し押さえという方法によることもできれば、債権者代位権という制度もおによることもできて、この2つの関係はどうなってるのかということが、実は問題になってくるんですね。で じゃあどうしてこんな2つの債権が日本であごめんなさい二つの権利が日本で並列することにな,とになったのかと申しますと実は民法を作るときにはフランス法を参考にしてフランス法から債権者代位権という制度を入れたんですよで民事訴訟法を作るときにはドイツ法を参考にしてドイツ法から債権差し押さえという制度を入れたんですよでところがですね フランスでは債権殺傷債という制度があんまり完備してないんです逆に今度はドイツでは債権者代権という制度は存在しないんですつまりドイツはこの,この一つの方法できれいにまとまっているフランスはこの一つの方法できれいにまとまっているのに日本で債権殺傷債は民事訴訟法を作る時にドイツから入れ債権者代権は民法を作る時にフランスから入れると。 いうことになりますので、そこで、えー、大きなもつれが生じてくるわけです。で、このことを解すあの解消するためにですね、先ほど述べました2017年の民法の改正においては、再帰した代券という制度はやめちまおうという見解もありました。まあ、しかし、またこれもですね、えー、慣れた制度を廃止するというのはまあ、混乱が生じるということで、えー、廃止はそのおまあ、見送られた。 わけで、えー、外国法をもとにです、ね、自国法を作ることを、まあ、外国法の刑事と言いますけれども刑事過程におけるもつれというものが解消されないままに残るという場合も,も民法では存在するしかし、まあ、それを前提にです、ねえー、法律の実務というのが動いてしまうとなもう百年ですね100年動いてしまうとなかなかまあ元,には元,元に戻って整理をすると。 いうことはできなくなるということになります。で、まあ、一個例を飛ばしましたし、他にもいくつかの例を挙げることはできますけれども、だんだんと細かくなりますので、まあ、これ程度にしておきたいと思います。で、まあ、外国法を参考にですね、法制度を改善したり、新しい法制度を作ったりすることは、まあ、現在でもよく行われます。参考にすることは重要ですし、実務における必要性を。 考えてです、ね、法を改善していくことも必要ですしかし、なかなかまあ難しいわけでありまして、まあ、先ほど夫婦別紙の話をいたしましたけれども、議論することは重要です。しかし、議論にあたっていくつかの注意が必要でありまして、別紙の国がですね、男女平等が進展しているわけじゃないんですね。実は、血族の意識が強い国は別紙になるんですよ。フランスでは 妻といいのっっと夫ががが使えなななかかかたんです血、えー、血族じゃないから血が繋がってないからてころが妻が夫の氏を使えるようになるというのはフランスにおいてはその女性の権利の,です、ね、あの,あの拡大のすごく大きな成果であった利益するわけですそうするとフランスは以前から「別種じゃないか日本は遅れてる」というふうに言うのは「おいおい」という感じが <laughs> してしまうわけです。 でそのほかにもです、ね、キャッシュレス・ソサイティということが言われたりして、日本のように現金を多く用いている国が少数でありです、ね、日本もキャッシュレス・ソサイティに踏み出すべきだと言ったりするわけですけれども、しかし、住所や銀行口座の所在について、各国でプライバシーの範囲だと考えられている領域はかなり異なるんですね。 あのスウェーデンはキャッシュレス・ソサイティが進んでいると言いますが、プライバシーの範囲があのかなりプライバシー上問題があるとされる範囲がかなり狭いんですね。でスウェーデンから見ますと、ドイツなんか全然そのキャッシュレス・ソサイティが進展していないと言いますが、それはプライバシーの範囲が広いということがあったりするわけであります。まあ、このようにですね、もつれを避けるためにはまあ慎重な検討が必要なのですが、どうしても起こってしまうかもしれない。まあ、それだけに まあ商売ができるのが私かもしれませんけれども最後にそういうことを述べまして私のお話を終了させていただきたいと思います。